私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。3個の母、伊藤美沙の最新ショットに衝撃が走る。本当に45歳?昔と全然変わらない。伊藤は2009年にパチンコメーカー、京楽産業、社長の榎本前騎士と結婚。翌年に長女、15年に長男、18年に次女を出産して3個の母ということです。結婚後はハワイで生活し、インスタグラムにはたびたびそのライフスタイルを発信してきました。話題の投稿があったのは今月19日のことでした。伊藤は自身のインスタグラムを更新し、マネージャーによる投稿で、徹子の部屋にお邪魔してまいりました。初出演なのが意外でしたが、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。原文ママ、などと投稿。米ハワイ在住で7月に帰国している女優の伊藤美沙、45、が19日に自身のインスタグラムを更新。同日の投稿で、伊藤は9月1日放送のテレビ朝日系、徹子の部屋、月から金曜午後1時に出演することを報告したのですが、その最新の姿に衝撃の声がたくさん寄せられているようです。収録を振り返り、進行表を持つ姿をアップしていました。いかがでしょうか ?45 歳とは思えない美貌。本当に美しいですよね。ネット上でも称賛の声がたくさん寄せられており、変わらぬ美貌に、フォロワーは、本当に美しい、美人さん、可愛い、と絶賛していました。45歳にして、この美貌なので、最近ちょこちょこ取り上げられることが増えましたね。これからの彼女にも注目ですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。